古い家だったので、内壁も外壁も結構ひび入ったりとか、あと屋根の瓦が落ちちゃったりしている状態で、寝ようとした時にまた震度3、4ぐらいの地震があったので、ちょっと落ち着いて眠るっていうのはちょっと難しいですね。ただまあここやったら崩れる心配はないかなっていうところもあるので、家よりは安心できるかなって感じです。